Hey, what's up? キャプテントラジローです。今回はタンクスイッチが難しい、タンクの基本から最新の悩みまとめというテーマでお送りします。今回お話するテーマはこちら。スイッチの仕組みがわからない、防御スキルはいざの時に使う、タンクにスキルスピードはいるのか、まとめ狩り時に突進はあり、ガンブレイカーのスキル回しの悩み、すべてに質問相談いただいております。1つ目、スイッチの仕組みがわからない、質問読み上げます。こんにちはキャプテン、私は最近タンクを霊式に出し始めました。その時タンクのスイッチギミックで相方タンクさんにシャーク挑発の順だと効果が薄いので挑発シャークの順でスイッチしてほしいとお願いされました。確かにヘイト値が大きく動く時とあまり動かない時があるなと思っていました。挑発シャークの順だと何が変わるのでしょうか。よろしければ教えていただけると嬉しいです。まずはアビリティの効果をよく読みましょう。シャークは自分の持っているヘイトを相手に渡すもの、挑発はヘイトを一気に急上昇させるもの。スイッチはコンテンツごとで流れが違いますが、基本は2度連続でダメージを受けるのを防ぐためや、その後のオートアタックを受けないためにスイッチを行います。今回の質問だとどっちがメインタンクでどっちがサブタンクかは分かりませんが、それぞれで流れが若干変わります。先に手順を説明します。メインタンクはシャークしてから挑発、サブタンクは挑発してからシャーク、この順番に行います。でスイッチは例えば敵が強攻撃を詠唱し始めたら、詠唱中にサブタンクがまず挑発を入れてヘイトを取ります。ただそれだけだと状況によっては攻撃のヘイトなどでメインタンクが取り返してしまうっていう可能性があるので、メインタンクがサブタンクにシャークをして自分のヘイトを渡すことで瞬間的にサブタンクにヘイトを固定します。この時点でスイッチは可能なのですが、現状だとメインタンクとサブタンクが切り替わった状態なので、高難易度では元に戻すことが多いので、一定時間後にメインタンクが挑発をして取り戻します。ただこれだけだと先ほど同様にスキルや攻撃の兼ね合いでサブタンクがヘイトを取り戻してしまう可能性も高いので、サブタンクがメインタンクへシャークをしてヘイトを受け渡してヘイトを固定します。で今回の質問のケースだと、おそらく質問主はサブタンクのポジションで先にシャークしてヘイトを渡してから挑発しているんで、1回目のスイッチができたとしても次にメインタンクが挑発を入れた時にシャークがないのでヘイトを固定しづらくなります。挑発はその時パーティー内でヘイトを最高位に高めるので、その前にシャークをしたとしても無意味ということです。でこういった時は焦らずにヘイトゲージとその時のポジションを意識して確認しましょう。自分がヘイトを取らないといけないのなら挑発、相方タンクにメインタンクをやってもらうならシャークで渡す、これを意識していきましょう。まだ慣れてなくてシャークを無駄打ちしてしまったり、ヘイトを渡したい場面でシャークがない時はスタンスを切るというテクニックもあります。スタンスを切ると次のスイッチの場面までに戻さないとスイッチ事故が起きたりするんで、ヘイト差がある程度確認できたらスタンスを入れるというテクニックが必要になりますが、緊急時はこれでヘイト調整できるんで可能ならお試しください。2つ目のテーマ、防御スキルはいざの時に使う、質問読み上げます。動画いつも楽しく拝見しております。早速ですが質問です。防御系のスキル回しのやり方や練習方法、攻撃のスキル回しとの組み合わせ方、私はタンクメインの非化戦です。質問の意図というか理由ですが、私は防御系のスキルをいざという時にスキルが使えないのを過剰に恐れて使わないでおく癖がなかなか抜けませんでした。まだまだ抜けきれていません。実際にはいざという時なんて来ないし、来た時には床をペロってしまっています。結果ヒーラーに迷惑かけちゃうだけなんですよね。ガンブレイカーのボーライドのように使うタイミングの難しいスキルもあれば、攻撃のスキル回し同様にリキャストごとに使っていいものもあると思ってます。しかしながら防御系は木陣で練習できず山間で使っています。だいたいコンテンツサポーターで行ったスキル回しで判断しています。そろそろ非化戦としてもう一段階上に上がりたいです。そうするとさらに仲間と行くのも楽しくなると思います。アドバイスがありましたらよろしくお願いいたします。まず防御系のアビリティの使い方はコンテンツごとに異なりますし、戦略でも異なります。コンテンツサポーター使っているならおそらくダンジョンでの話だと思いますが、まとめ狩りをしているのとしてないとで差があります。でまとめると敵の数が増えるので当然防御スキル必須ですが、通常進行であれば防御アビが足りてなくて落ちるっていうことはほとんどありません。なのでおそらくまとめ狩りをしてしまって防御アビを使い切れていないと思うので、まとめ狩りイコール最初からいざという状況なので、効果が高いものから優先的に使っていきましょう。で ID に関してはまとめ狩りするならむしろボスよりも雑魚戦の方が瞬間的にダメージが痛いので、そちらを優先するようにしましょう。あとは高難易度とかであればいざという時に防御アビリティは必須です。
いざという時になければ軽減不足で即死するのが高難易度での流れです。ただそれ以外のところでもできれば使っていきたいので、高難易度に関しては反復練習して防御アビリティを無駄なく使うようにします。基本は必要な場面で各自使い分けて、リキャスト打ちしてればどこで足りないかなどを発見してくるんで、コンテンツに合わせて使っていきます。14では経験がものを言うと思うので、ワンランク上のタンクになるには2つのことを意識します。コンテンツごとに合わす、ロールアビリティを意識する。でコンテンツごとに合わすのがどうしたらいいかわからないっていう時は、余ってて無駄になるなら使うっていうところから始めます。防御アビリティを使えていない時間が多いということは、敵の攻撃を軽減していない時間が長いということで、余計にヒーラー負担が大きくなります。例えば敵の強攻撃に1個決めてるアビリティがあるなら、それ以外は違うところで使えるよねっていう話です。であとはロールアビリティを意識します。高難易度でもダンジョンでも共通のリプライザル、これは自分の周囲の敵の攻撃力を 10% 低下させるもので、被弾するダメージを軽減します。でダンジョンだと雑魚を複数同時に付与できるんで、自分の防御力が 10% アップしたと考えましょう。あとはアームレングスも敵にスロー付与したりするんで、この辺も意識して使うとより硬いタンクになります。次の防御アビリティのつなぎとしてもロールアビリティは有効なのでお試しください。3つ目のテーマ、タンクにスキルスピードはいるのか。質問読み上げます。こんにちは、いつも楽しく動画を拝見させております。タンクの最新装備に関してお聞きいたしたことがあり質問させていただきました。これからガンブレと暗黒で天国編霊式に本腰を入れようと考えております。もともとは極ゴール武器と新式フルキンダの状態でしたが、新曲装備に変えられる部分を変えようとしたところ、武器をはじめサブステにスキルスピードが入っているため、どこまで新曲装備に取り替えてよいか悩んでおります。タンクなので硬さ第一でいいかとは思いますが、逆にサブステを優先させた方がいい部位などはございますでしょうか。まだペーペーなのでサブステについてあまり知見がなく恐れ入りますが、お聞きできますと幸いです。結論、スキル回し優先でいいと思います。スキル回しを意識している人であれば、スキルスピードで GCD 調整も必要になってくるんで、そこが狂うくらいなら現状できる装備で合わせた方がいいと思います。スキルスピードが狂っていれば、高難易度の戦闘中にスキル回しもこうずれてきて、そっちに気を取られてギミック失敗してしまうっていうこともあるんで、できるだけ余計なことを考えるリソースを減らしたいなら、できるだけ快適に攻撃できる方がいいでしょう。霊式に挑むときはいつもの流れなら、今で言うと新曲装備ポジションの武器にして、さらに3層クリアでもらえる強化薬で強化して4層を攻略するために火力を上げるっていう流れですが、今回タンク武器全てにまさかのスキルスピードが入っているんで、交換しない人も多いと思います。でスキルスピードを恩恵として使うのであれば、戦士とガンブレくらいです。戦士とガンブレはスキルスピードを調整するっていう構成もあるので、そこに合うように新曲武器を取るのも手です。暗黒に関しては挟むアビリティが多すぎるんで、スキルスピードは一切盛らないことを意識するので、新曲装備の選択は外れます。また現状ではマンダビルウェポンがあるんで、そっちで代用するのもでもいいし、極武器があれば十分だと思います。今回の天国編はギミックは難しいけど、火力チェックはそこまで厳しくないので、スキル回しを意識していれば極武器でも十分に通用します。で防御面はネットで出ている最終装備を確認して、先に新曲で交換できる場所を交換していき、それ以外は新式やノーマルレイド防具も採用します。新式でもサブステにスキルスピードがあって邪魔なら、パンデモ天国ノーマル装備で代用しましょう。アイテムレベルは同じなので禁断はできないものの、防御面ではさほど変わらないはずです。高難易度でのタンクの硬さイコール防御アビリティの使い方であって、いい装備を揃えてもスキルスピードが合わずにスキル回しも下ってしまい、それが原因で肝心なところで防御バフを使えないと、それこそね本末転倒なので、タンクは自分が使いやすさを優先しつつ、装備はできるところから上位のものに交換していきましょう。4つ目のテーマ、まとめ狩り時に突進はあり。質問読み上げます。こんにちは、タンクもっと上手になりたいです。エキリレをするときどうしても突っ走ってしまっていたダメなタンクでした。動画を見て今日はダメなんやなって気がつけてよかったです。とりあえず夜のエキルレは自分でも意識してやってみます。一人で突っ走るのではなく、パーティーと塊になって走っていくイメージで合っていますか。殲滅速度が遅い時とヒーラーさんの MP を見てまとめなかったり調整はしていたんですが、一人斧を担いで走って、しかもオンスロで飛びついていたので反省しました。ヒャッホーイって感じで斧を振り回すの楽しいですが、ちょっぴり気遣いのできるメスってタンクとして生きていこうと思います。ほぼ感想みたいなことになってるんですけど、この質問をまとめると、 ID ではなるべく固まって進行するべきかという質問なんですけども、答えはその通りです。一
人だけね突っ走ってさらには突進を使うとヒーラーが追いついていなかったり、 DPS も開幕から殴れない時間が発生するんで余計に避難する時間を作ってしまいます。なのでなるべく固まっていくのがいいんですが、 ID ですんでそこまで厳密にね気にしなくても、なんとなく味方の立ち位置や距離を気にして少しずらすくらいでいいと思います。突進は先ずりがいて自分が遅れているなら使ったりしますが、自分が先頭走ってるならね、最初は遠隔攻撃で釣って敵を引き寄せたところに範囲攻撃が出た方が味方合流する時間作れるんで、よかったら試してみてください。5つ目のテーマ、ガンブレイカーのスキル回しの悩み。はじめまして、いつも動画を参考にさせてもらっているものです。私はナイトをメインに霊式に挑戦しています。今回の新曲武器でタンクの武器にスキルスピードがついているんで、新曲はガンブレードを交換して霊式の指輪を交換したので、ナイトとガンブレイカーで装備を変えて楽しみたいと思っています。で、少し気になっている部分がありましたのでご質問させていただきます。ノーマーシーはファイトオアフライト、ソニックブレイクはゴアブレードと、ナイトとガンブレイカーはスキル回しが似てると思うのですが、ガンブレイカーの場合どうしても 1GCD どこかでずれることがあると思います。例えばノーマーシーがあと3秒で戻るのにソイルはいっぱいでシェルまで回っちゃってる時です。その場合トラさんはどうしているのでしょうか。 1GCD 分待つのか、バレルを打っちゃって 6.3 のナイトのロイエ2回捨てみたいにソイル1捨てるのか気になります。そもそも 1GCD 分トラジロ温度踊っているのでしょうか。よかったら教えてもらえると参考にしようと思います。正解はトラジロ温度を踊ります。コントローラーをそっと置いて 1GCD 約2秒間に高速でトラジロ温度を踊ってゲームに戻ります。すいません、嘘です。まあ冗談はさておき、ガンブレイカーの仕様はスキルスピードによって異なります。確かにネットで調べると GCD 2.41 から 2.44 あたりが、まあ、使い勝手がいいなどがありますが、戦闘中スキル回しを止めることなく行うと、まあ、スキルスピードによってはバースト前にソイルが1個溢れちゃいます。この時は1個消費してバーストストライクを打ちます。考え方的には通常よりも1個多く打てると考えます。バーストストライクからのハイパーベロシティは通常のコンボよりも火力が高いので、余分に1個強力なものが打てたと考えると納得するし、バーストの開始の合図としても覚えやすいです。なのでバーストストライク後にノーマーシーを入れて、ソリッドバレルを入れてからビートファングを入れましょう。一応ソリッドバレルもノーマーシーが乗った状態になります。そしてガンブレイカーにはあんまりねこう広まってないものの、 GCD 2.50 のバージョンもあります。こちらはスキルスピードを落とした分、クリティカルなどの火力面に特化できます。こちらの場合は綺麗に回していればバースト前にソイルが溢れることなくそのまま突入できますが、難点はスキル回しをミスした時のリカバリーが効きづらいです。遅れたら遅れた分ずれてくるんで、敵に殴れないシーンがあったりなどすると場面に合わしづらくなるので、万能で使いやすいソイルを1個溢れさす方が人気です。まあ、この辺はね自分のプレイスタイルに合わせてやってみてください。はい、ということで今回以上になります。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。